海兵大隊とは、ドイツ海軍が有した海軍不評部隊の歴史的な名称である。プロイセン海軍、北ドイツ連邦海軍、ドイツ帝国海軍がこの名称を用いた。また、ドイツ連邦海軍でも1950年代から1990年代にかけて、複数の部隊で海兵大隊という名称を用い、2014年に設置された。 新たな海軍不評部隊にもこの名称を与えた。これに先立つ海軍不評部隊としては、ブランデンブルク・プロイセンの海兵隊が存在した。この海兵隊は1684年10月1日から1744年まで、ブランデンブルク海軍の一部門として存在していた。1852年5月13日、プロイセン王国ステッティンにて、海兵大隊の前身である。 プロイセン王国海兵隊の編成が完了した。この部隊は軍艦に登場し、海軍不評部隊として上陸等の任務に従事するものとされていた。1870年、五個中隊をもって海兵大隊が編成され、ここには22名の、1871年、ドイツ統一を経て、ドイツ帝国が結成されると、海軍戦力もまた、ドイツ帝国海軍として統合され、 この際に、海兵大隊は6個中隊規模まで拡大された。1886年10月1日、海兵大隊は第1死体。1889年3月12日、それぞれの死体は4個中隊ずつの2個大隊に再編される。1897年12月3日、第1海兵大隊第1中隊及び第2中隊。 第2海兵大隊第3中隊及び第4中隊をもって新たに第3海兵大隊が編成され、鎮太を公衆安奏者地に守備隊として派遣された。1889年にはバルト海根拠地指令の命令によって海軍不評奏幹部がキールに設置された。また1905年5月31日付の皇帝直令に基づき、 第三補充海兵大隊が編成され、中国に派遣した第三、1854年に編成された海軍幹部護衛隊は、1881年に解散するまで海兵大隊の励下にあった。幹部護衛隊の隊員は、作戦上の規律及び秩序を維持するために、司令官らの護衛を行うことをその任務としていた。海兵大隊の士官は1866年以降、 通常は2年間ほど陸軍にて教育を受けることとされていた。歌詞館は陸軍から直接引き抜かれたものが多かったが海軍出身者も少なくなかった。一方で兵卒はその大多数が戦員安い兵としての経験を持たないものばかりだった。1914年の段階で海兵大隊は次のように展開していた。これに加えて 東は海軍文献隊が北京及び天津に展開しており、また第一及び第二海兵大隊から抽出された一歩中隊が各国軍と共にアルバニアシコドラに展開していた。海兵大隊の兵士1895年から海軍艦艇への配備は行われなくなり、以後はドイツ帝国が有する世界各地の植民地への展開を主な任務とした。 例えば1894年には反乱鎮圧のために一個中隊がカメルーンへと派遣されている。1904年にはドイツ領東アフリカにおけるヘレロ族及びナマクア族の反乱に際して大体規模の戦力が派遣されヘレロ、ナマクア虐殺を引き起こしている。続く1905年から1906年にかけて東アフリカの植民地防衛隊の一部として 海軍不評分献隊が中屯した。一方、1900年には中国で義和団の乱が勃発しており、第1海兵大隊と第2海兵大隊の一部が公兵中隊及び野砲中隊による、第1次世界大戦中の1914年11月7日には、沈汰をの戦いを経て、第3海兵大隊が日本軍に降伏し、およそ四千七百名のドイツ軍人が、 日本の捕虜収容所に送られ、76名の重症者は英国へ送られた。1914年8月、海兵大隊の予備部隊たる海軍不評旅団がカール・フォンビヒマン少将を指揮官に編成された。8月23日、海軍不評旅団を拡張する形で海軍師団が新設される。11月24日には新たに第二海軍師団が編成され、 当初の海軍師団は11月28日に第1、海軍師団と改名されたのである。両師団とも、フランデルンの師守の異名を取る、ルーィヒ・フォン・シュレーダー提督が率いたフランデルン、海兵隊に属していた。1917年6月3日には、第3海軍師団の編成が開始され、これもフランデルン海兵隊に所属した。 この頃のフランデルン海兵隊が有した戦力はおよそ6から7万人とも言われており、そのうちおよそ1万人が第一次世界大戦にて戦死した。第一次世界大戦において、海兵士団は1914年のチンタオの戦いや、アントワープ包囲戦、1915年の第二次、イープル海戦、1916年のソンムの戦い、1917年の パッシェンデールの戦い、1918年の春季、大攻勢などに参加した。1918年11月11日に、急戦協定が結ばれ、ドイツ帝国が敗北すると、海兵らはフライコール組織、黒い両兵を組織し、一部はバイマル共和国軍に取り込まれた。ナチスドイツでも、水陸両用作戦を視野に入れた海軍不評部隊が組織されていたが、 海兵大隊の名称は用いられなかった。1938年、ドイツ国防軍海軍は海軍突撃不評中隊なる部隊の編成を行った。これは沿岸砲兵など海軍の陸上要員から選抜された隊員で構成されており、第二次世界大戦の引き金ともなったベステルプラッテへの上陸などに参加した。その他、第二次世界大戦末期には、 艦艇の不足から余剰となっていた海軍将兵によって、いくつかの海軍不評師団が編成されている。海軍不評師団は上陸船などの水陸両用作戦を想定しておらず、通常の不評師団と同様に陸軍の指揮下で戦った。1958年4月1日、ドイツ連邦海軍にて海軍公兵大隊なる部隊の編成が行われ、これらは、 駆逐艦司令部の指揮下に属した。これを母体として1958年10月10日に水陸両用軍が編成され、また1959年には海兵大隊と改名された。この部隊は指揮中隊、沿岸専門中隊、沿岸工兵中隊、州停中隊によって構成された。1965年1月1日、大隊はボルクムにて解散し、その任務は 独立した沿岸専門中隊が引き継いだ。また1988年12月30日から1990年9月30日までの短期間ある種の実験部隊として再び海兵大隊の名称を持つ部隊が編成された。この海兵大隊は沿岸専門中隊にフロッグマン中隊を加えたものだった。1993年連邦海軍が有した 水陸両用軍はすべて解散した。その後、2010年のドイツ連邦軍再編の中で、2005年以来、ドイツ連邦海軍で海兵隊、海軍不評的な役割を果たしてきた海軍警備部隊を拡張し、これに海兵大隊,隊の名称を与えることが決定された。2014年4月1日、MSK から海兵大隊,隊への改組が完了した。海兵大隊,隊の本部は、 エッカーンフェルデに置かれている。ありがとうございます。